欧州足立が、現一つ家の図この西絵は、空気を乱すとの理由で政府により発禁処分となった。鳥山赤縁、ガト百鬼夜行より、黒塚黒塚は、福島県日本松市にある鬼馬場の墓、およびその鬼馬場にまつわる伝説、足立ヶ原に住み、人を喰らっていたという、足立ヶ原の鬼馬場として伝えられている。黒塚の名は正確にはこの鬼馬場を葬った塚の名を、 さすが、現在では、鬼馬場自身をも刺すようになっている。能の、黒塚も、長唄、歌舞伎舞踊の、足立ヶ原、歌舞伎、浄瑠璃の、欧州足立ヶ原も、この黒塚の鬼馬場伝説に基づく。黒塚の近隣にある関税寺の発行による、欧州足立ヶ原黒塚演技などによれば、鬼馬の伝説は、以下のように伝わっている。人気日の虎の年の頃、紀州の僧。 東高坊有慶が足立ヶ原を旅している途中に火が暮れ、一軒の岩屋に宿を求めた。岩屋には一人の老婆が住んでいた。有慶を親切そうに招き入れた老婆は、焚き木が足りなくなったのでこれから取りに行くと言い,い、奥の部屋を絶対に見てはいけないと有慶に言いつけて、岩屋から出て行った。しかし、有慶が好奇心から塔を開けて、奥の部屋を覗くと、そこには人間の白骨死体が、 山のように積み上げられていた。驚愕した幽景は、足立ヶ原で旅人を殺して、血肉を貪さぼり食うという鬼馬場の噂を思い出し、あの老婆こそが、普段の鬼馬場だと感づき、岩屋から逃げ出した。しばらくして、岩屋に戻ってきた老婆は、幽景の闘争に気づくと、恐ろしい鬼馬場の姿となって、猛烈な、速さで追いかけてきた。幽景のすぐ後ろまで迫る鬼馬場、絶体絶命の中、 有慶は旅の荷物の中から匂い輪完全音菩薩の像を取り出して必死に京を唱えた。すると菩薩像が空へ舞い上がり光明を放ちつつ浜の白真弓に金剛の矢をつがえて打ち鬼婆,婆を仕留めた。鬼婆,婆は命を失ったものの観音像の導きにより成仏した。有慶は阿部熊川のほとりに塚を作って鬼婆,婆を葬り、その地は 黒塚と呼ばれるようになった。鬼馬をへ、脱に導いた観音像は、白、眉美観音と呼ばれ、後に熱い信仰を受けたという。なお、伝説にある、人記念館とは、時代が異なるものの、幽霊は、平安時代後期に実在した人物であり、江戸名所図絵などに、東稿坊アジャリ有喜びの名で記載されており、1163年に、宣言したとされる。 鬼婆の天末については、以下のような別説もある。また、以下のように、幽霊は鬼婆に偶然であったのではなく、鬼婆を撃つ目的で、足立ヶ原へ向かったという伝説もある。幽霊は、足立ヶ原で、旅人たちを襲う、鬼婆の長伏の命を受け、直ちに足立ヶ原へ向かった。しかし一足遅く、鬼婆は北方へ逃走していた。後を追って、小山で鬼婆に追いついた幽霊は、 鬼婆婆に切りつけた。しかし惜しくも鬼婆はわずかに傷を負ったのみで、逃げ去ってしまい、勇慶はその地に一度を混流した。その約三年後、ある旅人が鬼婆婆を目撃し、知らせを受けた勇慶はすぐさま退治に向かい、逃走する鬼婆婆を追い詰めた末、見事に退治した。鬼婆の頭部は、勇慶の建てた道に保管され、胴体は、小山のとある丘に埋められ、供養のために桜が植えられた。 鬼婆の頭部があった、東光寺は後に廃寺となり、幽霊の子孫とされる、足達家に頭蓋骨が伝えられている。この足達家の名も足達ヶ原に由来しており、小山には他に足達という名は確認されていない。また、胴体を埋めた後に植えられた桜は、後に、見事な大木に育ち、毎年美しい花を咲かせているという。岩見かぐら演目、黒塚前日の関税寺の近隣には、 恋衣地蔵という地蔵があるが、これは鬼婆婆に殺された恋衣という女性を祀ったものとされ、この地蔵の由来として、鬼婆が人間から鬼婆婆に返事た物語が以下のように伝わっている。その昔、岩手という女性が慶野との区芸屋敷に乳母として奉公していた。だが、彼女の可愛がる姫は、生まれながらにして、夫人の病に侵されており、5歳になっても口が聞けない。 ほどだった。姫を溺愛する岩手は、何とかして姫を救いたいと考え、妊婦の体内の胎児の生き肝が病気に効くという、駅舎の言葉を信じ、生まれたばかりの娘を置いて、旅に出た。欧州の足立ヶ原にたどり着いた岩手は岩屋を宿とし、標的の妊婦を待った。長い年月が経ったある日、若い夫婦がその岩屋に宿を求めた。女の方は身重である。ちょうど女が、三家好き。 夫は薬を買いに出かけた、絶好の機会である。岩手は、出羽包丁を取り出して、女に襲いかかり、女の腹を裂いて胎児から肝を抜き取った。だが女が身につけているお守りを目にし、岩手は驚いた。それは、自分が刑を立つ際、娘に残したものだった。今しがた自分が殺した女は、他ならぬ我が子だったのである。あまりの出来事に岩手は精神に異常をきたし、以来、 旅人を襲っては、生き血と肝をすすり、人肉を喰らう鬼馬場となり果てたのだという。なお、岩手が奉公していた、く家とは、武家時代以降に用いられた言葉だが、有慶が鬼馬場に出会った、人記念館は、平安戦とすら行われていない時代のため、岩手が奉公していた時代には、奉公先のはずの刑の都自体が存在していないという、矛盾がある。また、岩手という名は、義曲の、 岩手で創作された名前であり、実在するはずがない。以上の理由から、この鬼馬の由来に関する伝説は、一種の方便として作られたものと見られている。また、青森県には、これとは別に鬼馬の由来を解く伝説が以下のように伝わっている。白川天皇の時代、源頼地の家来の足立という武士が、頼地に敵地である道の区への潜入を命じられ、 岩という名の妻を連れ、幼い娘を乳母に預けて、道の区へ赴もむいたが、敵に撃たれて命を落とした。岩は、夫の霊を異興に残して故郷へ戻るのは忍びなく、そのまま道の区に泊まった。数十年後、岩の住むように、旅の若夫婦が宿を求めた。女の方は、身重だった。故郷に帰りたくても帰れない身の岩は、仲睦まじい上に、 もうすぐ子宝に恵まれる幸せそうな夫婦に殺意を覚え、ついに包丁で女の命を奪った。しかしその女は他ならぬ彼女の娘だと分かり、岩は7日7晩泣き明かした挙句に心を病み、旅人を襲う鬼婆,婆となった。青森の三考軍後の平長浅水には、鬼婆,婆が人を殺した際に包丁を洗ったという滝が伝わっており、浅水という地名も、 足立ヶ原へ行った者は殺されるために翌朝を迎えることができないという意味の朝水が由来とされている。黒塚黒塚の一条記の関税寺は、幽計が観音像を祀るために建立した寺であるとされている。当時の境内には、鬼婆像のほか、鬼婆の墓や、鬼婆の住んでいた岩や、地で染まった包丁を洗ったという池など、黒塚伝説にまつわるものが多く残されており、 観光客も多い。伝説は時を経てなお人々の心に恐怖と悲しみを与え続けていると言われ、廃人、正岡規も、この寺を訪れ、涼しさや聞けば、昔は、鬼の塚と呼んでいる。また寺にある女遺林漢瀬温菩薩の体内には、幽霊が鬼馬場大事に用いたとされる女遺林漢瀬温菩薩が埋め込まれており、60年ごとに、会長される、日本松市内の観光施設、 足立家原ふるさと村では、この鬼ババ伝説を再現した、黒塚劇場が開催されたほか、本来の伝説のおどろおどろしさを払拭すべく、鬼ババの姿をに等身にリフォルメした、バッピーちゃんをイメージキャラクターとしたりと、様々な工夫がなされている。黒塚劇場は、前後に舞台を設け、どん代わりに、正寺、平安時代、36河川の一人である。 平金森が、以下のように読んでいる。名取郡黒塚に、重げが、妹はまたありと聞きつけて、いひつかしける道のくの、あだちが、原の黒塚に鬼こもれりというは、まことかこれは黒塚に住む36河川の一人、源の重げの姉妹たちに対して金森が送った、恋歌である。姉妹たちを、鬼と例えたのは、偏境の道の国に住む、娘たちを、真相の令状と推測し、 隠れて、姿を現さない、鬼をかけたシャレの一種である。金森の時代以前より黒塚の鬼婆婆伝説が存在し、金森はそれを下敷きとしてこの歌を作ったと言われるが、逆に歌の方が伝説より先に存在し、この歌が後に文字通りの意味に解釈され、黒塚に鬼婆が住むという伝説が生まれたという説もある。足立ヶ原と同様の鬼婆の伝承は、埼玉県たま市にも、 黒塚の鬼馬場として伝わっている。江戸時代の武蔵国の知事新編武蔵風土機構には、有慶が、東国足達が原で黒塚の悪鬼を呪い伏して、東工坊と合したとあり、前述の平金森の短歌もこれを読んだものだとある。東光寺の道将の名文にも、かつて足達軍にあった黒塚という古墳で、人々を悩ませていた妖怪を有慶が法力で伏したとある。 漢方時代の雑書諸国里人団によればこちらが伝説の本家とされ、昭和以前には埼玉の方が東京に近く知名度が上ということもあり、埼玉を本家と支持する意見が多かった。歌舞伎の黒塚を上演する際に俳優がこちらを参詣することもある。昭和初期には福島の足立ヶ原と埼玉の足立が原の間で、 どちらが鬼馬場伝説の本家かをめぐる騒動が勃発した。これに対し、埼玉出身の民族学者、西、角位商教が埼玉側を自分たちの地を鬼馬場発祥の地とすることは、この地を未開の番地と宣伝するようなものだから、むしろ譲った方が独都さとして埼玉側を退ぞかせたことで、騒動は幕を閉じた。かつて黒塚にあった東光寺も後に、 埼玉市大宮区へ移転しており、埼玉の黒塚のあった場所は、後の宅地造成により見る影もなくなっている。また、岩手県森岡市南方の栗屋川にも、足立ヶ原の鬼婆婆伝説があり、ここでは、鬼婆の正体は、平安中期の武将、安倍貞党の娘とされる。奈良県の宇田地方にも、同様の伝説があり、東京都台東区の朝日ヶ原の鬼婆もこれらと、 同系統の伝説である。安政年間の土佐国の妖怪絵巻、土佐お化け像紙にも、貴女と題して、あ立ちが、原の場、これなりとある。天狗研究家、千切りひ祭の著書、天狗の研究によれば、東工坊、有形の東工坊は、熊野主弦の本拠地である、熊野湯の峰の東工坊に由来するもので、この地の山伏は修行で各地を回る際、 ナチの投部を UK と名乗っていたらしいことから UK を名乗る山伏たちが各地で語る鬼馬場伝説が元となって日本各地の鬼馬場伝説や黒塚伝説が生まれたものと見られている。また、前述の埼玉の鬼馬場伝説については注釈出典ありがとうございます。